稲美町立稲美中学校は、兵庫県加古郡稲美町丘にある公立中学校。稲美中学校のある稲美町は、兵庫県の南東部に位置し、六甲山系の西端に連なる稲美屋台地にある。また、北部は、三木市、南部は、明石市、西部は、加古川市、東部は、神戸市に隣接し、南部は、張馬町にも近い。学校は、 稲美町のほぼ中心にあり、校区は、町域の約6割強を占める。母里小学校区は、稲見中学校の北部に位置し、豊かな農村地域で、水筒、野菜等が多く栽培されており、専業農家も多い。また、南部に位置する、天間東、天間南小学校区は、南側にある、張馬工業地域に隣接し、工場地帯であり、 宅地化も進む。地域住民も学校に協力的であり、1998年度から実施された中学生の地域活動習慣としてのトライアルウィーク事業にも積極的に協力し、年々生徒たちが活動する場や指導ボランティアの数も増加してきている。2013年12月15日、陸上競技部が 第21回全国中学校駅伝大会に初出場し、女子の部で第11位となった。2021年12月19日、第29回全国中学校駅伝大会に8年ぶり2度目の出場で、女子の部で初優勝を飾った。ありがとうございます。